アメリカ空軍新技術支援プログラムに、ベル V トール機が選定された情報をキャッチしました。今回は、この、ベル V トール機を詳しく見ていきますね。次世代 V トール機のイメージはステルス性もあり、なおかつ、静かがテーマになるでしょう。静粛性ですよね。2022年2月16日、アメリカ空軍が、ベンチャー企業などの新技術開発支援に、投資を実施する、アフアールクスプログラムの投資先として、アメリカのテキストロンの子会社である、ベルテキストロンが、研究開発を進めている軍用次世代高速垂直離着陸機、ハイ、スピード、バーティカル、テイク、オフ、アンド、ランドイング、HSV トルが選定されたことが明らかになった。このベルデキストロンの HSV トル機は2021年8月2日に構想が発表されていたもので、ヘリコプターや V-22 オスプレイと同じようにホバリングが可能であり、かつ戦闘機並みの速度と長い航続距離を持ち、かつ生存性を高めるステルス性をも持ち合わせた航空機である。アメリカ軍の特殊作戦群司令部では、かねてから、将来の戦闘に必要となるであろう、ジェット機並みの巡航速度を発揮して、ホバリング効率を向上させた高速垂直離着陸機、HSV トルの開発を検討していて、2021年4月に、空軍研究所、AFRL が、ベルテキストロンとの間で、95万ドルとも言われた、研究契約を締結していたものである。ベルテキストロンの HSV トル機のコンセプトは3機種あって、垂直地離着陸時には左右両翼端にあるナセル内のハイブリッドモーターによって回転する大きなローターが使われるのであるが、水平飛行に移る際にはそのローターは後方に折りたたまれて空気抵抗を少なくする仕組みになっていて、これはコンバーティープレーン、カンバールチップレーウとして以前にベルが特許を取っていた技術である。そして、水平飛行に移ると、ファンジェットの推進力によって飛行するのであるが、このメインエンジンはコンバーティブルであり、上昇、及び、下降時には、エンジンをターボシャフトモードにして、ドライブ軸を経由して、ナセル内のハイブリッドモーターのパワーと合わせて、ローターを回転させ、水平飛行時に、ターボファイエンジンとして使用する際には、ジェネレーターを駆動させて発電し、バッテリーの充電を行う。発表された3つの機種のレンダリング画像を見ると、一番大きな機種は、有人の40トン級の運搬能力を持つ輸送機と見られ、それよりやや小型の機体は、胴体下にセンサ、ターレットが装備されていて、対地攻撃なども想定されている多目的有人機とされ、そして、さらに、小型の無人機と想定される機体は護衛用戦闘機と見られている。ベルデキストロンが、複数の項目として伝えている、HSV トル機の技術の特徴を挙げると、地上近くにおける、ホバリング時のダウンウォッシュ、ローターから、地上に吹き付けられる空気流が低く、オスプレイよりも少ないとされている。水平飛行時の速度は、740km。H 以上とされ、これは、オスプレイの最高速度 509km、H を大きく上回り、ジェット機並みのスピードで、製造可能とされる機体の重量は、4000、LBS、1.8 トンから10万、LBS、45トンの範囲とされ、兵員24名を輸送できる重量6500、LBS、27トンの CV-22 オスプレイよりも、大きな機体を建造できるとされ、空虚重量は、4000ポンド、約 1810kg から、10万ポンド、約 4530kg の範囲で想定されている。また、垂直離着陸によって、滑走路が不要であり、例えば、戦場からの救出作戦実施の際に、有用性を発揮する無人機から、大量に、兵員や物資を運ぶ輸送機まで、幅広い範囲の運用が可能とされている。
ベルは、これまで、85年以上にわたって、高速垂直離着陸機の進歩と発展に貢献してきた、航空機メーカーであり、NASA やアメリカ陸軍、空軍における、X14、X22、XV3、および、XV15 などの開発プログラムに携わってきたのであるが、このうち、XV3 や XV15 の研究開発で得られた知見は、ベル・ボーイング V22、オスプレイ、オスプリーの開発に大きく役立っている。オスプレイは、アメリカ陸軍、海軍、空軍、および海兵隊で400機以上が配備されており、同じ規模の輸送能力を持つヘリコプターに比べると、航続距離が2倍以上あるため、水陸両用作戦、長距離進行作戦、戦場離脱作戦、補給作戦などに多用され、実戦運用において欠かせない輸送機となっている。そのオスプレイを開発してきたベルが、これまで培ってきたティルトローター機の機能を進化させたものが、この次世代 HSV トルキであり、同社では今回のアフアールクスプログラム認定を受けて、さらに進化を進めて、デジタル飛行制御技術を融合させながら発展させていくとしている。ちなみに、オスプレイは、日本の海兵隊とも称される陸上自衛隊水陸両用機動団の移動用航空機として、導入が決まり、その搬入が始まっているのであるが、開発段階で、墜落事故が多発したことなどを取り上げて、左派系のメディアや市民団体が、配備へのネガティブキャンペーンを展開しているために、配備を予定している佐賀空港で、地元の反対が起こって、準備が進んでいない。確かに、開発段階においては、その機構の複雑さからか、墜落事故が発生していたが、その後運用が開始されてからは、アメリカ軍において、400機以上も運用されているにもかかわらず、事故率は決して高くない。オスプレイの安全性を正しく伝えず、ひたすら、地元住民の不安を煽る、左派系メディアと市民団体を名乗る、左翼団体への腹立たしさが、インターネット上に垣間見られるのであるが、そのことをしっかり払拭できない、日本政府や防衛省に、もどかしさを感じるとする声も、多数上がっている。日本周辺では、近年、中国が、ヘリコプターのステルス化や、ティルトローター機の開発に注力していることが伝わっており、第5世代ステルス戦闘機 J20、1020の開発に携わった中国航空工業集団有限公司傘下の中国航空工業ヘリコプター設計研究所が、アメリカの多目的ヘリ UH60、ブラックホークをコピーした Z20 をベースとしたステルスヘリとみられる模型写真が公開され、中国軍のヘリコプターにおいて、急速なステルス化が進んでいるとして、アメリカメディアが警告した。また、それと同時に、電動型垂直離着陸機、エブトルもしくは、電動型のティルトローター機とみられる模型の写真が確認されて、注目が集まっている。アメリカのメディアでは、この機体について、ガスタービンエンジンと電気モーターを組み合わせたティルトローターを持つ、有人戦闘機ではないかと予想していて、中国海軍が建造を進めている075型強襲揚陸艦や071型揚陸艦などと組み合わせることで特殊作戦能力を確保できることになると指摘した上で、さらに長い滑走路を必要としないことから、南シナ海や東シナ海、あるいは西太平洋の小さな島嶼における水陸両用作戦の展開において有用な存在となり得ることを指摘している。自衛隊のオスプレイ配備が、日ごとに緊迫感が高まる東シナ海の情勢を理解できない、無視している左翼どもの反対で遅れている間に、もし、中国軍が、VTOL機の実用化に成功して、配備が進められるような事態になれば、東シナ海の尖閣諸島や、南西諸島の防衛が、非常に難しくなることが想定され、政府と防衛省は、
多少強引であっても、自衛隊でのオスプレイ運用開始を急ぐべきであろう。